見つめたナイト R 大冒険編は恋愛ゲームのエッセンスがぎっしり詰まった RPG。 女の子たちと上手にコミュニケーションをとって好感度を上げていこう。イベントやストーリーがどんどん変化して素敵なエンディングが君を待っている。ちょ、危ない危ない。 CM の後は人気 RPG のキャラクターが登場する対戦格闘ゲームに続編が登場。前作では収録されなかったキャラクターのストーリーやチームバトルも新たに採用。グラフィックや BGM を鑑賞できるおまけモードもついている。ドキドキポヤッチオはひと夏を村で過ごして女の子と仲良くなることが目的のシミュレーションゲーム。とにかくイベントがたくさんあって充実した日々の連続。村人への親近感も日に日にアップしていくぞ。鈴鹿ちゃんは感じたままをきちんとリポートしてちょうだい。はい、じゃあ動かしてみましょうか。ちょっと、はい、じゃあ、おーおお、ちょ、危ない、危ない、あー危ない、危ない、普通に、普通に、うわ、普通に、普通にやるじゃん。あー、あー、なんか空飛んでますよ。急に見た時が、あー、足元が、結構怖い、え、マジそんなすごいの？すごい。俺たちが見てる画面はぼやけて見えるのよ。すごい。すごいの？すごい、もう宙浮いてる。ちょっとオペレーターさん落としちゃってください。地面まで。地面まで落とす。オペレーターさん、そのコントローラーで動かしてるんですか？そうです。俺でも動かせます。ちょっと貸してみて。うわ、すごい、64のコントローラーなんだよこれ。行くぞ。はい、ビョイーン。あー、危ない、危ない、面白い、吉田の反応が面白い。これ先生、はいはい、今吉田のああいう反応も最もなぐらい。そしてネオジオのさらなる秘密を探るべく一行は SNK 東京支店を直撃訪問。今こちらにあるのは、うん、試作品なんでこの色はちょっと出ませんけど。これ幻の色変わります。ちょっと教えろよ。え、教えろよ。まあ、スケルとかね。これくれや。え？くれって。欲しいよな。うん、欲しい。静かに欲しいよな。欲しい。もう1名プレゼント出せませんかね。それでは、プレゼント12名様お渡しいたします。やっぱやめようかな。